川わう、川う、川う、かう。学名、ファレイクロコックスカーボは、カツオドリ目、以前はペリカン目に分類された。シブリー分類では、甲の鳥目に属する羽化に分類される鳥類の一種。名前の由来は、文字通り、川、川に生息する、うである。ただし、河川のみならず、川口付近や湖沼、旋回域でも普通に見ることができる。 アフリカ大陸、ユーラシア大陸、オーストラリア大陸、ニュージーランド、北アメリカ大陸東部沿岸、グリーンランドの一部など広い範囲に分布する。日本では、主として、本州、四国、九州に繁殖地があり、流鳥、または氷鳥として生息する。本州北部では、夏鳥として繁殖し、青森県の下北半島に位置する六ヶ所小群が、 繁殖の北限とされていた2001年、平成13年には、北海道でも繁殖が確認された。北海道には夏鳥、3月中旬 -11、月上旬として飛来するほか、冬鳥として、九州、津島、伊豆諸島、小笠原諸島、向島、父島、母島、奄美群島、琉球諸島、沖縄島、久米島、米島伊勢那島、渡河敷島、宮古島、 石垣島、入表島、与那国島、波照間島、大東諸島、北大東島、南大東島が知られている。日本においては、1920年代以前には、本州、四国、九州に広く生息していたが、1970年代には3000羽以下まで減少し、1971年、昭和46年の繁殖地は、愛知県宇の山、東京都忍ばず池、 大分県沖、黒島の3カ所のみとなった。1980年代初頭の繁殖地は、下北半島、青森県、上野公園の忍のばずい東京都、北半島、愛知県、南伊勢町5カ所裏、三重県、沖、黒島、大分県などであった。その後、1980年代には2万から2万5千は、2000年、平成12年末には5万から6万はまでに、 増加した。郊外規制による河川水質の向上で餌となる魚が増え、1990年代以降、その数は飛躍的に増加した。現在15万羽以上に増えたと推測される。全長約8 2トル翼海長約1 3 5トル 体重1.81から2 8 1ラム、くちばし盆長5.9から6 9センチメートル、足裏長5.7から6 0センチメートル、尾長15.1から、16. 1 6 1トル、大行で全身がほとんど黒色のうるいであり、大きさ、色とも海ウうウに似るが、背や翼には褐色味があり、くちばしの基部の黄色い甲角部分には丸みがある。るの特徴として、 口しの先は鍵状で、足は全木の水かきを持つ。私有動色で全体に黒い灰色だが、繁殖期には婚姻色。繁殖羽として頭部が白くなり、腰の両側に白斑が出る。若鳥は全体に淡かし色で、胸などの仮面が淡くて白っぽい個体もいる。日本のアシュカワウ、PC ハンダ対は最も小型で、ウミウよりもやや小さい。 主に河川部や湖床などに生息し、近年は個体数が増加した影響からか海上でも見られる。本種の主な餌である鯉などが人の手による無計画な放流により上流域にも生息するようになったの、本種もまた山間部など上流域に進出している。川は群れで溜まる場所をいくつか持っており、そこで休息と睡眠をとる。夜明けには、 祭時のために隊列をなして、餌場に向かい、夕方になると再び群れでネグラに戻る。群れでの飛翔時には、V 字型に変態を組んで、高く飛ぶことが多い。1日の移動距離は10から 20km とされる。このネグラの内からコロニーを水辺に形成し、繁殖を行う。この群れは数十羽から数千羽にまで及ぶこともある。季節を問わず、冬でも繁殖できるが、 映像活動は春先と秋に特に活発である。一夫一妻で枯れ枝などを利用して樹状や鉄塔などに皿型の巣を作る。単生殖で無半の卵を通常3から4個、1から6個産み、死有交代で放卵する。卵の大きさは長径5.7から6.7センチメートル、単径3.7から4.18センチメートル。卵は約1ヶ月。 放乱期間二十四から二十八日で孵化し、私有で育成する。雛は、通常およそ三十から四十五日で巣立つ。鳴き声は、ぐるるる、ぐわわわ、げれれれなど、コロニーにおいて、喉を震わせて何度も鳴き、時に、ぐわぐわ、ぐわという短い声や伸ばす声も発する。雛は高い声で、ピューユイ、ピューユイ,イ、ピーと鳴いて、親鳥に給治を求める。 映像地以外ではあまり泣かず、気象時に鳴き声を聞くこともほとんどない。餌となるのはほとんど魚類で潜水して捕食する。捕獲する際には時に1分以上、水深10メートル近くまで潜水することもある。1羽で1日500グラムの魚を食べるとされ、魚種の選択性はない。禁煙種のウミウも、同様に巧みな捕食者で、迂回にも利用されるのはよく知られている。 大正より前には、ウミウと混同されていた。山梨県での調査報告によれば、大い順にあゆ、追いかわ、うぐであった。ウルイの翼は、油分が少なくあまり水を弾かないため、長時間、同じ姿勢を保ち濡れた翼を広げ小刻みに振るわせ、翼を乾かす習性を持つ。カワウは、栄想時、生木の枝を折り取るため、コロニーでは、 樹木の枯死が広範囲にわたって起こることが多い。また、多量の真っ白な糞によりコロニーや祭事場所では、水質、土壌汚染、悪臭、景観の悪化など招くほか、糞が植物の葉を追って光合成を阻害し植物を枯らす。日本の大コロニーとしては、シノバズイ家やビワコの畜部島が知られているが、後者は1983年、昭和58年の生息確認から、 わずか10年近くで3万羽を数えるまでに拡大したことで注目を集めている。畜部島のコロニーからは若い個体が日本各地へ巣立ちをしており、中には九州にまで到達した個体も確認されている。こうした生息域の広がりは地域固有の環境を破壊したり、漁協などによって人為的に放流されたアユやアマゴなどの漁業被害を与えるなど深な状況となっている。 江戸時代にも川尾の糞による樹木の枯死が嫌をされていたとされるものの生息数そのものは現在の増加した状態と変わらなかったものとされ現在ことさらに問題視されるようになったのは当時は森林が広大で栄像地が枯死した後に他の場所へ移動してその間に樹木が回復するサイクルができていたのであろうとされるまた工術されるように糞は肥料として好まれた点も 2007年、平成19年3月、環境省は、鳥獣保護法に基づく狩猟を対象にする方針を決め、2007年6月1日以降には、狩猟庁となり、狩猟可能な機関と地域であれば特別な許可なく、捕獲できるようにな。新たに狩猟庁に加えられたのには、全国で70億円をコストされる本種による、農林水産量被害によるところが大きいが、 本種の形成するコロニーにより、その周囲の生態系が拡乱されるのを防止することも重視されたようである。しかし、江戸時代以前から、本種はその肉にも羽毛にも対した利用価値はなく、現在もその状況は変わらないので、狩猟鳥になったといってもハンターが、積極的に本種を狩猟するかどうかには疑わいものがあり、ゆえに狩猟による個体数の減少を期待するのは、 検討違いである、といった意見もある。ただし、狩猟町となったことで被害を理由とした、駆除の許可を得やすくなったことは確かでや。一方、愛知県知多郡では古くに糞が農業肥料用に徴用され、町の財源を潤した。その代価で小学校が建設されたこともあり、現在でも川は町のシンボルである。三浜町の繁殖地、宇野山は、 国の天然記念物として1934年、昭和9年1月22日に指定された。日本国外でもカワウの急増による被害は起きており、アメリカのコロンビア側では、現地で絶滅が危惧されている酒が、カワウの被害を受け、酒を守るために陸軍が、カワウの駆除を行っている。国際自然保護連合により、レッドリストの軽度懸念の指定を受けている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。